着いた七尾駅。15時16分時間の感じからあれはどうかな。お、ちょうど32分に来るね。これちょっと一駅乗るか。ははは、一駅乗るか。よし。よしよしよし。帰ってきたけど、あ、なんか入ってきたけど、これは反対か。なんかすごいことになってるのね。なかなかすごいことになってたね。あ、そうなのね。で、これが七尾から入ってきたやつで、これが折り返しになるのかな。ほうほうほう。いいみたいね。とりあえずこっちからこのまま駅に入れるし、回っちゃって良さそうね。なるほどね。はぁー。バス乗り場は向こう側なんだ。バス乗り。送迎口の方が手前に来てたんだな。うん、独特ですね。で、中入って、これ切ったんだけど、あ、切符売ってるな。あ、すごい。七尾まで。ここ。もう完全に能登鉄道の扱いの部分になってんだ。これで帰るんだ。あ、本当だ、和倉温泉はこっちになってんだ。へえ。お、それかそのお風呂かな。あ、こんにちは。ちょっと綺麗っていうか。サラスクイルほどね、こういう風になっちゃった。あ、完全にもう能登鉄道のあれになってるんですね。で、一駅だけあれなんだけどってことですね。いやもう結構でもヘッドマークも出ててガッツリになったね。で、列車が来る、あ、特急が入ってくるのか。で、特急が、そっか、サンダーバードとかも入ってくるから、打線を張ってあるんだ。ああ、そっか。なるほどな。時間を的には、あ、違うの時間。